출동. 今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは。今井麻美の SSG 今回で181回目を迎えましたけれども、現在絶賛街遊び開催中ということで、徳島にお越しの皆さん楽しんでますか？あ、よかったですって。お天気どうでしょうね。いやもう本当に怖いです。正直怖いです。まだね私は徳島に行く前なんですけれどもね。ちなみにその前の週ぐらいの恋チョコのイベントは皆さん大丈夫でしたか？さあどうだろう。すごく心配です。台風来てますか？どうでしたか？まあそんなこんなで秋は本当にイベント尽くしということで、ついにねゲームショーも無事閉幕ということで、皆さん楽しみましたか？またゲームショーのお話はねこの後にお話しようかななんて思うんですけれども、まずはこちらのメールから紹介したいと思います。迷子のカラスさんからいただきました。ありがとう。今井さんこんにちは。こんにちは。サードアルバムの発売日決まりましたね。私は発売日を聞いて驚きました。なんとその日は私の誕生日なんですよ。自分への誕生日プレゼントとして買わせていただきます。楽しみにしてますね。うふっというメールいただきました。うふっていうのは顔文字です。表現できましたかね。どうでしょうね。はい、というわけで、あらおめでとうございます。おいくつなんでしょうね。ちょっと書いてないのでわかんないんですけれども、で先日期間限定コーナーではありますけれども、プリシャスサウンズ風が残していったを皆さんにね、この番組を聞いてくださっている皆さんにいち早く聞いていただいたんですけれども、あんな感じに仕上がったんです。まだ聞いてないよって方いるかもしれません。その方はですね、ぜひ、これから先また PV なんかも公開されていくことがあるかと思いますので、そちらをですねぜひ楽しみにしていただきたいななんて思うんですけれども、はい、こちらのメールも紹介しましょう。マナピーさんです。どうも。今井さんこんばんは。ツイッターで見てびっくりしたのですが、フィフスライブの追加公演おめでとうございます。てかこういう情報が今井さんに伝わるのって結構遅いんだなとびっくりしました。自分が今井さんを知ってから日は浅いけど、いろいろな歌を聴き元気をいただいているので、 CD での音よりも実際に聴いてみたいと思ったから、大阪公演にはなんとか行けるように頑張ります。ではまたお便りします。それではといただきました。あやもうちょっと前に知ってましたよ、もちろん。ただ追加公演のもう一つの会場は本当に知らないんです。別に私に教えないようにしてるとかじゃなくて、今ちょっと調整中ということなんですね。なのでどこになるのかね、ちょっと私も本当にワクワクしてるんですが、やっぱり皆さんからの反響がすごくあったということで、追加公演が無事できることになったので私もすごく楽しみにしてます。まあ大阪はね、やるならば、追加公演するならばもちろん大阪は行きたいななんて話はしていたので、無事決まってよかったななんて思ってるんですけれどもね。もう一箇所、東京大阪以外の都市になると思うんですけどね、なんかいろんな方からぜひうちのところでっていうのをいただいてるんですよね。結構ツイッターで多かったのが、愛知県が多かったですね。あと石川県とか新潟県も多かったですね。それからこの間発売記念イベントに初上陸いたしました札幌もぜひぜひという方も多かったですし、福岡で学生をしているので、なかなか東京の方には行けないのでぜひ福岡でって方もいらっしゃったので、もう本当にね、これが本当の引く手あまたかっていう気分を今味わっているんですけれども、実際にねどこに決まるのか、ドキドキワクワクしていただきたいなと思うんですが、万が一ね、今回そこの場所が、希望している場所が行かれなくなったとしてもですね、いつかまたね、本当都道府県なるべく回れるようにこれから努力していきたいと思っているので、なるべく多くの会場にね足を運べるように頑張りたいと思います。ね、だってプレシャスサウンズをこういろんな土地で歌えたらそれは気持ちいいと思うんですよね。本当にこう風の匂いを感じることのできる曲に仕上がってますので、できれば本当は野外とかで歌ったりとかしたいんですけどね。どうなんでしょう、そういう機会があるといいんですけれども、はい、というわけでね、今日はこの後お便りコーナーなんかも後半にご用意してるんですが、そちらでまたゲームショーの話なんかもしていきたいと思います。それでは次のコーナー行く前に CM です。どうぞ。アートリーベインのフォースシングル「かげろう」が好評発売中。
タイトルチューンの陽炎は戦乱神楽バースト、グレンの少女たちエンディング、カップリングの月限はコープスパーティー 2U エンディングになっている。時を経て奏でる2つの旋律が君に囁く。今井麻美の3枚目のアルバム「プレシャスサウンズ」が11月28日に発売です。2012年、私の音楽活動がたっぷり詰まった音のあふれる素敵なアルバムになりました。ブルーレイ付き限定版には新曲のミュージックビデオも入っています。ぜひいろいろな音を感じてくださいね。ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲームを目指す私今井麻美が実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったおすすめゲームはセガさんから発売中のプレイステーションビート用ソフト、初音ミクプロジェクトリーバー F ということで、動画も公開されてますが、さすがに今回の動画は怒られそうですね、あのババさんからえ、ババさんって誰という方はぜひあのセガババで検索していただければということで、どんなゲームかと申しますと、PSP などで発売されているリズムゲーム、初音ミクプロジェクトディーバシリーズの最新作ということで、今回はプレイステーションビータでグラフィックが特にパワーアップしておりますよ。キャラクターがたくさん表示できるようになったんです。また画面をタッチするスクラッチという操作や、うまくプレイすると演出がパワーアップする要素が加わっているということなんですが、残念ながら私のプレイではその演出は見れたんでせいか、どうだせいか、見えてた見れてた、あそうですか、まあ、でもあれなんですよね、私だけだとは思うんですけれども、あのリズムゲーム、こういうタイプのリズムゲームやるとき後ろの画面全然見れないんですよね意識が丸と三角と×と四角に完全に集中してしまっているので、もう他はなかなかじっくり見ることができなかったんですけれども、もちろん今回もね、再生モードもありますもんね、 PV が見れるというのもありますから、私みたいにそう一つのことしかできないんだよってタイプの方はぜひね、そっちで見ていただきたいななんて思うんですけれども、まあ過去にもねプロジェクトディーバシリーズはこちらで SSG の中で取り上げさせていただきましたけれども、収録されている今回曲なんですけれども、過去のシリーズ作にはなかった全て新曲ということなので、もう期待感抜群だと思うんですよね。ちなみに私の大好きなブラックロックシューターも入っておりまして、今回本当にあのプレイしたかったんですけれども、あの今井さんあのダメですってこう取り上げられてしまったんです。ケッチみたいなみたいな、もうね大好きなんですよブラックロックシューター、本当にやっぱりあのワクワクしますよね。ちなみに今回私がプレイさせていただいたオッズ&エンズという曲だったんですが、このブラックロックシューターを作ってらっしゃる方と同じ方が作ってらっしゃるということで、あのやっぱりね、あの覚えればやっぱすごい好きだと思います。私今回プレイで初、ほぼ初聞きだったので、後半の方自分で言うのもなんですけれども、ちょっとだけ今ちょっとあの今回スタジオがですね、スタッフさんと一緒のスタジオで今収録をしているんですけど、スタッフさんが開けたあの缶コーヒーのとかプシューって多分皆様にも音が入ったんじゃないかなと思うんですがね、どうだったでしょうね秋あやとお届けしてますよ。何話してたかすっかり忘れちゃいましたけどもそうそう、オッズ&エンズはブラックロックシューターの方と同じ方の作曲ということで、覚えれば本当にあのすごい好きな曲になると思うので、ぜひ皆さんもですねしっかり聞き込んでいただいて、あのリズムの音も聞くとやっぱそことすごく対応してるんですよね。あのいわゆるこう打ちやすい音できちんとこうボタンが特に簡単な方のゲームの方はなっているので、よくよく音を聞けばあのバッチリ取れると思います。それで私のおすすめは以前からお伝えしている通り、本当は一緒に歌うっていうのがおすすめなので、ぜひね歌も覚えていただいて一緒にボタン押しながらやっていただくのがいいんじゃないかななんて思いました。まあ、しかもですね、なんかあの今回あのこれまでにもミクとルカのデュエットなどはあったんですけれども、本当にあのグラフィックの方がパワーアップしておりまして、
4人くらいまで同時に表示できるようになったりということなので、ぜひね、あの今までこの子とこの子が同じステージに立ってるところが見たいなんていうふうに思っていた方なんかも、かなり満足していただけるんじゃないかななんて私も思いました。ちなみにおなじみのモジュール衣装チェンジにはですね、衣装の他にメガネや頭につけるアイテム、例えば猫耳だったりとか尻尾なんかをね、アクセサリーとしてこうピョってつけることができるようになってるということなので、皆さんの楽しみも増えてるんじゃないかななんて思いますので、ぜひ皆さんもプロジェクトディーバ F 遊んでみてください。はい、というわけで今回ご紹介させていただいたのはセガさんから絶賛発売中のプレイステーションビート用ソフト初音ミクプロジェクトディーバ F ご紹介させていただきました。はい、それではそろそろ来週の機種レシュを紹介したいと思います。よいしょ、どっこいせ、トン、指令書、ミンゴさん、こんにちは。こんにちは。今回取り上げたミクさんをマジ天使という人がいるように、次回もマジ天使なゲームを取り上げます。もうお分かりの方もいるかもしれませんが、次回のタイトルはその名もマジ天、マジで天使を作ってみたーです。しかもゲストとして主題歌を歌うマジ天使の長谷川明子さんがいらっしゃいますよ。それでは頑張ってくださいね、謎の司令官みおちゃんより、ということで、おー、アッキーが来てくれるんですね、楽しみですね。はぁ、というわけで、このねマジ天の主題歌、私もすっごく好きな曲なので、ぜひね皆さんにもたっぷり聞いていただけるかもしれないですね、期間限定コーナーなんかで。はい、なので来週は聞き逃しのないようにお願いいたしますよ。それでは来週のゲームはマジ天、マジで天使を作ってみたに大決定です。以上ファミセンのコーナーでした。ミンゴスだよ、お便りコーナー。はいはい、このコーナーはお便りをたくさん収録、シャー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 ファーメール紹介します。こちらキライさんからです。いつもありがとう。ミンゴスさん、こんにちは。こんにちは。先日行われた TGS のイベントに参加させていただきました。自分は演者側から見て左側、左手側にいたのですが、前に私と同じぐらいの背の方がいらっしゃったので、常に体を傾けながら見ていました。腰大丈夫？それにしてもやっぱり自分リスタートは盛り上がりますよね。ついつい今井さんのプレイを尻目にコールに集中してしまいました。2月には冬のアイマスライブがあるということで、10月から年始にかけて皆さん忙しいかと思いますけれども、皆さん乗り切っていただきたいと思いますというふうにいただいたんですけれども、そうなんです、今年もですね、アイマスのイベントで TGS さんの方に行かせていただきました。どうもどうもどうも、いや盛り上がりましたね。前日にあった、土曜日にあったイベントの方は、メインステージというところで、なんと6人のアイマス声優さんの方が出演されて、アイマス声優さんの方々、初めて行った私。声優さんがですね、出演されてたんですけれども、翌日の方は、バンダイナムコゲームスさんのブースの方で、私と沼倉まなみちゃんと、あと原由美ちゃんの3人で、もうこの3人でお届けするイベントっていうのが、本当に久しぶりだったので、めっちゃめっちゃ楽しかったです。嬉しくて嬉しくて、もうこの3人って決まった時から、もう3人でね、顔を突き合わせてはよくね、嬉しいですね、嬉しいですね、何歌うんですかね、なんて言ってたんですけれども、今回ね、ゲームショー、プライベートでは全然結局うろうろすることができなかったんですよね。本当に、いろいろ見たかったんですけどね、皆さんは何が一番気になったんでしょうかね。いやー、私はね、レベル5さんのブースの横長加減に相当驚きました。すごく広くなかったですか？壁一面にこう、ドーンってあったのを見て、ここからここまで全部ですか？なんて言いながらね、わーうわーうわーってこう、ちょうどリハをやってる時にね、見て回ったんですけれども、素敵だなって思いましたね。かっこいいと思って。他にもいろいろ見て回りたかったんです。あと、アークシステムワークスさんのブースもね、ちょこっとこう、覗いたんですけど、まだ
朝早かったので、リハの時は朝早かったのでスタッフの方は誰もいらっしゃらなかったので、置き手紙でも残してこようかと思ったんですけれども、あの多分ゴミだって思われちゃうなと思って、お汚ししたらいけないなと思ってね、あのご挨拶いけなくてとても残念だったんですけれども、他にもね行ってみたいとこたくさんあったんですが、ぜひね私の分も楽しんだよって方いらっしゃったら、まだまだねあの私が個人的にも楽しみたいと思いますのでメールをお待ちしております。はい、じゃあ次のメール紹介したいと思います。ハンドルネームはたぴーさんです。どうもゴスさん、こんばんは。こんばんは。東京ゲームショーのアイマスステージお疲れ様でした。僕はステージの横の方で見ていましたが、すごい人でしたね。そうなんです、あの別にこの人すごい人だねの意味じゃないですよ、すごい人が多かったですねの方だと思います。毎年ゲームショーのイベントに出演するばかりで見て回ったりはできないという話をしていましたが、今回どうでしたか？ダメでした。僕はアイマスの整理券をゲットするだけで力尽きそうにもなりましたが、せっかく TGS なので某ブシロードさんのブースでプロレス観戦したり、うわーマジでそんなのやってらっしゃったんですね。地球を守るゲームの第4弾を使用したり、某ヤング師匠のステージを見たりしていましたよ。初めて生ミンゴスを見たのがゲームショーで、その時はルミナスワーク2のステージイベントでしたが、それ以降毎年ミンゴスの活躍を見に行っている気がします。特に5番6番さんと一緒にやっていたステージは楽しくて今でも思い出します。あーわかる、ござるさんと六ひぐさんですね。ちなみにあの六ひぐさんとは最近よく会うんですよ。知ってる方もいるかもしれませんけれどもね、5番6番さん今はねあのおのおのいろんな活動されてるって、六ひぐさんの方はなんとみおちゃんと同僚になってます。なんならにおちゃんの席の隣です。あみおちゃんだっけ、合ってるよね。なので本当にね今でもお世話になってますけれども、なんか懐かしいですね。ちょっとあの割とこうお客さんとの目線も近いブースだったりもしたので、みんなとねすごい盛り上がったのよく覚えてますけれどもね。はい、というわけで、さて先日西郷さんがツイッターでサードアルバムの合同記者会見をやったと、写真付きでつぶやいていらっしゃいました。もう出来上がったんでしょうか、どんな新曲が収録されるのか、どんなジャケットなのか、とても楽しみですということで、今絶賛制作中です。ジャケットの方も、まだ完成はしていないんですが、プロデューサーと一緒にですね、この写真にしようかあの写真にしようかと、今回本当に使いたい写真が山ほどありまして、もうプロデューサーと逆になんかこう困っちゃってますよね、どれにしましょうみたいな。で3枚同時発売じゃないですか、通常版と DVD 付き版とブルーレイ付き版と、あるので3枚また違う写真を選ぼうとは思ってるんですけれども、今までみたくガラッと変えるというよりかは表情の違うものにしようかななんていう風に打ち合わせをしている真っ最中でございます。で曲の方もですね、先日新曲の方が1曲だいぶ形が見えてまいりました。収録の方ボーカルの収録の方はまだなんですけれども、もうねめちゃめちゃかっこいいっす。何がかっこいいってブレイク演奏していただいた状態のものを先日私も聞かせていただいたんですけれども、生音もがっつり入っておりまして、もうねブレイクがめっちゃかっこいいんですよ。これライブの時頑張らないとなーなんて思ったりもしたんですけれども、皆さんもねきっと気に入っていただける曲になったんじゃないかなと思いますので、続報はこの SSG にてまた発表したいと思いますので楽しみにしててください。かなりテンション上がります。はい、そしてですね、その三郷さんのツイッターで使われていた写真なんですが、ということでハタピーさん、その写真ミンゴスの写真がメガネミンゴスでしたね。メイク道具を忘れたりしたのでしょうか、気になりますといただきました。正解です。ちゃんと持ってきたつもりだったんです。ちゃんと家を出る前にカバンをね、前日とカバンを変えたのでメイク道具を机の下にスッと入れていたので、机の下からスッと取り出したところまでは覚えてるんですけど、なぜかまた机の下に戻ってたんですよね、メイク道具が。夢かなって思いました。で今日写真撮るんですかって言ったら、撮るよって言われて、あ、わかりました、大丈夫です、今日持ってきてますからキラーンみたいな感じで言ってカバンの中開けてみたら影も形も入ってないみたいな感じだったんで、あ、ないですね浜田さんって言ったら、浜田さんがえって言って、その日メイジスさんの
あの会社の方で収録というかインタビューを皆さんにしていただいたんですけれども、明治さんのところにすっごい美人の受付のお姉さんがいらっしゃるんですけれども、そのお姉さんのところに浜田さんつかつかつかって言ってですね、何の説明もなく突然、あ、ちょっと悪いんだけどメイク道具貸してくれるって言ってて、あの完全にお姉さんが引いてましたもうめちゃめちゃ動揺しながら、はみたいな、えって言いながら、あの浜田さんの目をじーっと見ながら、あの机の下にあった化粧ポーチをスーって持ち出して、え、これを、私のこれを浜田さんにみたいな動揺しまくってるから、私が後からつかつかっていてですね、あ、浜田さん説明しないと分かんないですよ、私が忘れたんですって言ったら、そういうことなんですね、あ、私のでよかったらどうぞって言って貸していただいたんですね。そりゃあね、びっくりしますよ、突然何の前触れもなくメイクドッグ貸してくれるって言って、で、あのちゃんとね、乙女なのでちゃんときちんと持ってらっしゃったので、わあすごいよりどり緑ですねって言いながら、こう、あ、じゃあこれ貸してくださいとか言ってお借りしてたら、ファンデーションとかあとアイシャドウとかそういうのをね貸していただいてる中、浜田さんが、なんか普段あさみちゃんが持ってるのに全然量が多いねみたいなことをおっしゃってて、でも全然普通のポーチだったんで、そんなことないです、一緒ぐらいです、ブブーっつってちょっと切れてみたんですけれども、はい、私のが少ないです私の化粧ポーチの中実は使ってないのが半分入ってるんです減らせよって話ですね。はい、どうも。というわけでハタピーさん正解です、プレゼントとかは特に用意してません、気をつけます、すいませんでした。はい、そしてですね、沖縄ライブの申し込み方法なんかも決まってきて、徐々に準備が整ってきてるんでしょうか、沖縄には行ったことがないので当選したらいろいろ観光もしてみたいですというふうにいただいております。そうですね、沖縄のチケットの、抽選が9月の29日土曜日からということになっておりますので、皆さんぜひ行こうかななんて思っていらっしゃる方は、お忘れのないようにしていただきたいななんて思ったりもしています。はい、そしてじゃあ最後こちらのメール紹介しますね。隊長さんでいいのかな、隊長さんからいただきました、ありがとう。ミンゴさんこんにちは。こんにちは。秋から冬にかけてのイベントラッシュお疲れ様です。どうも。そして期待していますよ、ミンゴスイベント地方民かっこ愛知県在住としては取捨選択しながら行ける範囲で楽しみたいと思います。ところでフィフスライブに追加公演になるものがっていうのいろいろ書いてあるんですが、一番ねちょっと私が今日読みたかったところがこの下のメールの下の方にあるのでこちら紹介しますね。私の地元は高知県ですと。観光名所は坂本龍馬の像がある桂浜。郷土料理にカツオのたたきなどの、サラバチ料理っていうのかしらがありまして、私は食べたことがありませんが、ウツボのたたきもあるとかてんてんてんということで、ぜひぜひ高知でのライブに一票をというふうにいただいたんです。で、なんで私がこのメールをどうしても読みたかったかと言いますとですね、不思議なことに私昨日夢で高知県に行く夢見たんですよ。びっくりと思って、高知県通過したことはあるんですが、残念ながらこう観光とかじっくり腰を据えて行ったことがない県なんですね。で、なぜ私がこう高知県の夢を見たのかさっぱりわかんないんですけれども、まあ人の夢の話を聞いて面白いかって言われたら全然面白くないと思うんですけど、ちょっと私の中では面白かったので、ちょっとご紹介しますとね、私が高校の教師をしてるんです。で、何の教師だったかはわからないんですが、教師をしていて自分の教え子がいるんですけれども、陸上部に所属してるんですね。で、陸上部に所属してるんだけれども、福岡に私が用事があってこう出張に行ってこいって言われるんですね。で、わかりましたって言って福岡に出張に行くんだけれども、どうしてもなぜか高知に行きたいって思っていて、私がで高知に行きたいんだけれども、出張の合間を縫っていくのはすごく大変だけど、どうにかして口実がないかなーってうーんって考えた時に、その陸上部の男の子と女の子が障害物競争に出場するから今井先生ついてきてくださいって言うんですよ。で、え、何それ、それなら私も行けるかもってことで、福岡の空港から
高知の空港に飛行機でピューンと3人で飛んで行こうとするんですが、その福岡から高知に行く飛行機っていうのが1便しか飛んでいなくて、絶対にこれに乗らなきゃいけないのに、オリエンテーリングみたいにその空港までたどり着けないんですよ。例えばどこどこに行ってくださいって言われて3人でこうって行くと、そこに紙とかが置いてあって、今この紙を見たものは次はどこどこの喫茶店に行ってくださいみたいな感じで、どん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 違うところに連れて行かれて、いつになったら私たちは空港に着けるんですか今井先生みたいなことを二人に言われてですね、ごめんごめん、絶対開会式までには間に合うように行くから大丈夫だからって、二人を説得してですね、これの通りに従って行くしかないんだから諦めてって言いながら二人を一生懸命引っ張って、なんとか最後のゴール地点がケムクジラのおじいさんのいる古い喫茶店だったんですけれども、その喫茶店に着いたら、この先に空港があるよって言われるんですよ。えって言って裏の勝手口をバッて開けたら、すごいどでかい空港がボーンってあって、走って行ってタラップをかけて行って飛行機に飛び乗ってビューンって飛んでいくんですよ。で高知県に着いて、高知県の陸上競技場のすぐ横に飛行機が着いて、で2人がやったこれで間に合うねって言って、障害物競争に参加してるんですね。でその参加してる、よく粉吹くやつあるじゃないですか、中に飴が入っててふーってるやつ、あれを女の子がやってるんですけれども、なぜかその中にあるのが味噌田楽なんですよだからふーってやった時にこう味噌の香りが喉にブワーってくるらしくて、ずっとむせてるんですねなかなか取れませんって言いながら頑張ってて、二人でこうずっと応援してるんですが、最終的には二人が結構いいところまで入賞を果たしまして、おめでとうって言ってこう賞状をいただいて、じゃあ帰ろうかって言って、帰りはね鈍行で三人で帰ってくるんですけど、その二人が鈍行で帰ってくる車中でね、恋が芽生えるんですよ。一緒に来ている男女が、高校生の二人が。で、完全に私のことはね、蚊帳の外になって二人でね、見つめ合いながら、今回は何々くんが一緒にいてくれたから頑張れたんだよ、みたいなことを言ってるんですね。で、ありがとう、とか言って。で、着く頃にはもうラブラブになってるんですよね。いやー、先生、当てられちゃうなって言いながら、帰ってくるっていう夢でした。なんかもっとね細かくうまく説明できたらよかったんですけど、本当にねでも面白かったです。リアルで、なんか映像がすごくリアルで、うーん、映画見てるみたいな気分になりましたけど、どうしてこの高知県に行く夢を見たのか、それが私知りたいなと思うんですが、ちょっと残念ながら今自分にはね思い当たる節がないなと思っていたんですが、ひょっとしたらこの隊長さんからのメールを予知していたのかもしれないなって思っちゃったりもしました。はい、全然身にならない話をしてしまいましたましたね。はい、というわけで以上ミンゴスだよお便りコーナーでした。原由美のデビューシングル花火が好評発売中。タイトルチューンの花火はフィーチャリングボーカルの今井あさみを迎えたコープスパーティー To You エンディングになっています。カップリングの空の紅はコープスパーティー To You 挿入歌になっています。とても素敵な楽曲に仕上がっていますので、ぜひ聴いてみてくださいね。フリーダムのラジオ番組 SSG のボーナスステージ最新作はアフィリアサーガイーストがゲスト。11人のアイドルを相手に趣味全開の朝トークを繰り広げましたよ。バロックの新曲も入った今井あさみの SSG アフィリアサーガステージは、ドキドキ疾風陣雷編とワクワク天地創造編の2種類で好評発売中です。みんな一緒にリア充しないでアフィリア充。ほう、というわけで、いや今回私も何食べようかな。前回去年はね結構いろいろ食べたんですよね。美味しい居酒屋さんに行って阿波踊り食べたりしましたね。あとすごい美味しかったのが会場で食べたラーメン、美味しかったですね。みんなでね車の中でキューってなりながら食べたりとかしてたんですけど、晴れるといいな。いつの間にまた雨女になってるんだろう。いや私じゃない、絶対エミちゃんだよ。おかしいおかしい、私じゃないはずだ。ゲームショーにエミちゃんはいなかった
あれ恋チョコのイベントにまゆみちゃんは特に来ていないはず。あれ私かな。そんなこんなで3枚目のアルバムの発売がね、11月28日に迫ってまいりましたということでね、ぜひぜひ皆さん予約の方をお願いしたいと思うんですけれども、なんと本日からショート PV、 プレシャスサウンズのショート PV が YouTube の 5PB チャンネルさんの方で公開されております。なのでぜひ皆さん多くの方に見ていただきたいと思っております。そしてですね、 Twitter キャンペーンというのをね、前回ぐらいからお届けしているんですけども、こちらも今回やらせていただきますので、ぜひ、ハッシュタグをね書き込んでいただきながら、私の曲を PV を見た感想なんかをね皆さんにつぶやいていただいて、その中から抽選で何名かにというプレゼントがありますので、詳しくは、5PB さんのオフィシャルホームページか SSG さんのページの方にね書いてあるかと思いますので、そちらをご覧いただきたいと思います。そしてライブの方もだいぶ近づいてまいりましたね。今が10月手前、あ、10月入るぐらいですから、10月、11月、3ヶ月弱かな。あ、まだそんなにあるんですね。なんか急になんか余裕が出てきましたね。あれ？気が大きくなっている私。あ、そうか。とはいえ、その1ヶ月前にこちらがあるんですね。沖縄でのアコースティックライブということで、場所はガンガラーの谷の中にあるケーブカフェという洞窟の中で行われるライブでございます。もちろん私も洞窟の中で歌うのは生まれて初めてになりますので、ワクワクドキドキが止まりませんけれども、チケットの先行抽選販売は本日から申し込み開始ということですので、一般販売は先着で10月27日からとなっております。できれば早めにね先行抽選販売の方にお申し込みいただければと思いますけれども、そうなんですよね。ということは沖縄でのライブが11月の10日だから、あ、そんなにないですね。頑張ります。ここからはまとめてご紹介していきますよ。10月6日、今日ですね、開催される街遊びのコーポスステージに、そして10月7日に開催される科学アドベンチャーライブに、そして10月13、14日に開催される山口放送さんのステージイベントの方の14日の方に私は参加させていただくことになりました。 KRY 秋祭り2012でググってみてください。そして11月24日に開催されるライブ 5PB にも出演させていただきますよ。チケットなどの詳細は各ホームページをご覧ください。そして先ほどもお伝えしましたけれども、来週はゲストに長谷川明子ちゃんをお迎えしてお届けしたいと思っておりますので、アッキーと一緒にいろんな話聞いていきたいと思っておりますので、楽しみにしていてください。ちなみに、アッキーが来てくださるということなので、期間限定コーナーといたしまして、アッキーの新曲ミラクルエール、かけさせていただきたいと思いますので、ぜひ聴いてくださいね。番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおたぎておたなど各コーナー宛に送ってください。宛先はファミツー .com の応募フォーム、またはホームページに書いてあるアドレスから。メールで応募する際は題名に各コーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2012年10月13日土曜日となっておりますよ。というわけで、それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみでした。バイバーイ。